皆さんこんにちは。一次試験、超直前出題テーマ予想ということでですね、講義させていただきます。私歴戦員講師、中小企業診断士の金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちらはですね、7月の29日に、東京のですね、新宿エルタワー本校で行われました、こちら、一次超直前決起会と出題テーマ徹底予想というですね、こちらの特別イベントをダイジェスト版で皆さんにお伝えする内容です。でその名の通りもう超直前ですので、もう皆さん寸暇を惜しまれてですね勉強してると思いますので、そんなに長くダラダラ語ることはありませんので、ご安心ください。で最初はですね、この試験傾向とか、その合格者の過ごし方などの情報提供してありますけど、ここはもう別にいいとして、もう今日皆さんが聞きたいのはですね、一次の出題テーマ予想だと思います。で、こちらはどういうことかって言いますと、レックのですね、各科目の担当講師がですね、平成29年の試験、これが、臭いぞと。いう部分だったり、もしくはもう定番必ず出るぞというところをリストアップしたものです。だいたい8個から12個ぐらいの間で上げてもらってます。ですからもう別に新しいことというよりも、もう今の時期であったら、例えばこの経済学であれば10個の用語が並んでます。不完全競争市場、ゲーム理論、重量税、重課税とか、外部経済、外部不経済、関税、GDP の概念、乗数効果、SLM 分析、消費関数、投資関数、そして経済成長論と。で、これらの単語を見て、大体テキストだったりだとか、今までに受けた、答練や模試の内容が思い浮かべば結構です。もうそれだけのものですからね。チェックリストとして。この中で知らないものとか、苦手なものがあれば、潰しておくと。そういった形のチェックリスト的な使い方をしていただきたいと思います。で、この後、経済学今ざっと見ましたけど、その後、財務からね、他の科目もざっと皆さんにご紹介した後に、今度はですね、皆さん8月、5日、6日が本番なわけなんですけれども、ただ、診断士の試験っていうのはそれでは終わりませんよね。皆さんは8月の7日に自己採点をした後、もう7日からは2次です。2次。ですから、その2次の情報も最後の方にちょっとね、皆さんにお伝えしますので、しばしの間ですけれども、合格するための、ちょっとした息抜きに、ぜひお付き合いいただければと思います。経済学自体はね、もう今ご紹介しましたので、不完全競争市場でシュタッケルベルクとか、ベルトランとかクールノーとか、このあたりの均衡の仕組みですね、ありましたよね。その辺思い出していただいたり、もうざっとね、紹介していきます。GDP の公式ありましたね。概念ですよね。三面等価とか。このあたりはもう本当に品質論点ですので、確実に押さえておきましょう。さて次、財務です。財務もどうですかね。もうここもポートフォリオ、それから株価指標、資本コストやキャッシュフロー、固定資産、企業価値、CVP、利益管理、原価計算、経費率ということで、二次試験に直結してくる科目ですから、経営指標や原価計算、利益管理、CVP、企業価値、もうこのあたりとかですね、キャッシュフローなどなどは二次試験にも品質論点ですから、もうできなければお話になりませんのでね。はい。もう皆さんのことであれば大丈夫だと思います。再チェックしといてくださいね。もうお見せするまでもないんですけど、ワックの概念だったりだとか、固定資産、ね、NPV だったり、企業価値、このあたりはもう、なんて言うんでしょうね、二次試験でもよく出ておりますのでね、しっかり押さえておいてください。あと収益性、効率、安全性、成長性という経営分析ですね。はい。公式とともに名前もしっかりチェックしておきましょう。それから企業経理論は12個挙げられております。 PPM、 ファイブフォースモデル、連結の経済、製品アーキテクチャ、グローバル戦略、機能別組織とマトリックス組織の特徴、取引コスト、組織間関係、組織完成や組織変革、改正労働者派遣法、ブランドの基本戦略、価格戦略、ソーシャルマーケティングに組織の購買行動と、12個あります。どれも
本当に基本的というか、毎年出ている重要論点ですよね。はい、ざーっと、確認をしといていただければと思います。はい、まあ、連結の経済、ネットワーク外部性とかね、それ以外にも規模の経済や範囲の経済なんかもね、合わせて確認をしておくこと。から技術ベンチャーということで、まあ、マノカ、シノタニ、ダーウィンの海といった3つのですね、大きな落とし穴とかね、はい、この流れ。から組織完成ということで、まあどういうふうに、こう組織が変わろうとするときに、こう抵抗勢力になるかというね、テーマでしたよね、このあたりとか。あと、まあ、派遣法2回ですね、改正行われてます。それぞれ、どんなことがテーマとなったのか。でマーケティングでいくと、まあ、これはもう言葉の意味ですよね。言葉の意味をしっかり押さえておいてください。はい、運営管理です。ここらも12個挙げられてます。で運営管理については、去年計算問題がまあ多めに出て、それで平均点がガクンと下がりました。でそれを受けて多分今年も計算問題そこそこ、まあ、去年ほどじゃないけれどもそこそこ出してくると思います。ですからここに書かれているキーワード以外にも、まあ、計算ですね、去年出た問題は少なくとも計算問題は確実に解けるようにしておくこと、それが重要になると思います。ざっと見て生産ですね、生産方式や生産形態 SLP、とかですね、VAVE 設計、そこは IE 新 QC、まあ、QC も一緒にね、あと自動製造システムで、街づくり散歩やショッピングセンター、店舗関連、から販売促進、物流センター、物流バーコード、はい、全部定番の論点ですね。はい、まあ、全部単語の意味ですよね。で特に生産面は二次試験でも使えますので、しっかりと確認をしといてください。VAVE で使われる言葉、それからショッピングセンターの定義ですね、こういった面積であったりだとかね、はい、数の部分とか気をつけてください。あと TC と DC ですね、違いとか、あとバーコードのいろんな種類ありましたよね。まあ、GT インでソースマーキング、インスタマーキング、その他、まあ、ジャンコード、このあたりの用語ですね、確認をお願いします。K ホームですね。ホームは去年、問題が20問 で配点が1問5点という、まあ、ある意味もう率直に言っちゃうとひどい配点だったために、やはり一番平均点低かったです。でその反省をして、多分今年は元通り4点配点25問に戻るんじゃないのかなとは思います。ただいずれにせよ、もう今の時期からやるのであれば会社法と知財に集中してですね、まあ、しっかりと復習をするべきだと思います。会社法の改正、株主の権利、機関設計や組織再編、会社法、特許法、商標法、不正競争防止法などなどと、だから改正ポイントをね、わーっと挙げてます。職務発明であったり、不正競争防止法に関する部分ですね、確認をしといてください。情報システムですね、情報システムはもう毎年毎年、新しい論点が出てくるということで、これはもう覚えたもの勝ちということでですね、まあ、いわゆるハードソフトといったもう従来の区分け、ネットワークやセグリティとかね、まあ、そういったテーマのほかに最新の論点ということで、よいしょ、まあ、IoT を、一応ですね、もう皆さんご存知だと思いますけども、 IoT についてはしっかり説明できるように、しといていただければと思います。あとは、まあ、BCP ですね。これ、中小なんかでも出てきますけれども、まあ、障害対策というところです。最後、中小ですね。中小13種類挙げております。で、こちらにはですね、白書ではなく、施策が13個挙げられているのかな。で、最後のはちょっと、ね、違うところを挙げてますけれども、8番までがこれ、施策ですかね。共済制度3つありましたよね。あと下請け法や高度化、ものづくり、税制、特許料、小規模企業系ですよね。はい、このあたりはもう基本ですから、確実に施策稼いでおいてください。で9番以降が、まあ、ちょっと白書からの論点なんですが、まあ、持続化補助金の、活用によって売り上げ上がりましたよと、それはね、9割が上がったと、効果あったよという事例であったりだとか、まあ、イノベーションということで、
経常利益が過去最高という中で、やっぱりなかなかこう研究開発費が あまり投資できてないと。ただ研究開発投資がね、非常に積極的に行われていれば利益率も高いよと、まあそりゃそうでしょうねという、まあ当たり前のデータが出てますと。あと販路開拓ということで、新規なのか既存なのかっていう業種ごとによってちょっと違うところを押さえておいてください。製造や卸は新規が大事、小売やサービスは既存が大事で、建設業はそんなにもう取り組んでませんよというデータが出てますと。業種ごとに大きく特徴が出てるので、こういった問題出やすいので気をつけてください。それから IT の利活用に関しては、もう約6割以上中小企業がホームページ持ってまして、目的は何ですかっていうと、やはり信用力なんですね、はい、だから売上とかに引っかからないようにしてください。あくまでもホームページがあることによって信用が、築けるというところが、最も高いので気をつけてください。あと人材については、これも過去何回か出たことはあります、女性のですね就業率ということで、まあ、M 字カーブの話ですね。 M 型、男性と比べて M の形をするところが女性の特徴ですよと、はい、いうところですね、まあ、このあたりが、まあ、キーワードとして、ピックアップされてますので、まあ、気をつけておいてください。で、今まあざっと、ご紹介しましたけれども、まああくまでも皆さんにとっては一時は通過点ですので、ぜひまあ、サクッとね、もう残りわずかだと思いますが、一次試験に向かって集中していただいて、で8月5日6日受験します。で8月6日、最後がですね、午後3時に終わりますよね。で、もう非常に2日間疲れてると思いますが、もうそこからいち早く二次試験に切り替えた人が合格可能性がかなり高まります。レックではその8月6日にですね、早速二次試験の合格戦略について、夕方の5時からですね、だから試験が終わってから2時間後です。かなりこうスパルタですけれども、東京であれば新宿エルタワー以下、各全国各地で同時中継いたします。で、この情報については試験会場でお配りしてますので、ぜひレックの、係員からですね、受け取ってください。で、この冊子、二次試験直前対策講座のご案内ということで、実は裏側にですね、ちょっと全部お見せできないんですけども、かぶり問題ということでですね、絶対にこれだけは最低限、押さえときましょうという、こう超直前チェックリストみたいなものもありますので、ぜひぜひお手に取っていただきたいと思います。で、8月6日のこの当日の2時のイベント以降、レックではですね、まあ土日を中心に13日19日27日とで、まあ、過去問分析の進めで、まあ、私なんかもね喋ったりしますし、あとはまあ、2時過去問の、まずは過去問からということで、総ざらい道場ということで、これ通信もありますのでね、ぜひレックのホームページなんかをご覧いただきたいと思います。まあ、そんな形でいろいろ話してきましたけれども、まずは、まあ、皆さんですね、一次試験に集中していただいて合格をつかみ、でその勢いのまま二次に乗り込んでいきましょう。本当に二次試験というのは量ではなく質です。ですからもういち早くですね、切り替えて、で、まあ、8月6日はさすがに疲れたという方であれば、翌日月曜日8月7日自己採点をですね、すぐにやって、で、気持ちよく2時に切り替わってね、10月の本番を迎えるように、していただければと思います。我々レック講師陣、皆さんのですね合格を祈ってますし、また皆さんの2次合格を全力でサポートいたしますので、サクッと一時合格してですね、二次の講座で待ってます。はい、では、まあ、貴重な皆さんの勉強時間ね、まあ、息抜きに使っていただけたと思いますので、また切り替えて最後ラストスパート頑張ってください。以上をもちまして、一時超直前決起会出題テーマ徹底予想ダイジェスト版終了します。二次試験で待ってます。